もう怒った怒ったこのまま怒ったあいつらは許せない、うざい、あいつもう本当にうざいから、あいつもう本当に今日怒った。あのね、ゴードはいつも路上ライブしてるところの、まあ、ピットストリートモールなんだけど、めっちゃうざい人いる。まあ、まあ、彼も路上ライブする人で、もう路上ライブする人はバスカーって言うんだけど、彼もバスカーなんだけど、本当に嫌な人。近くにいるだけで気分が悪くなるような人間で、本当に今日もうざかったあいつ。今日の話も説明するけど、この人はね、あのロシア人でオーストラリアで、あのまあ路上ライブしてる人なんだけど、もういつも何かをやらかす人。例えばもう数ヶ月前の話なんだけど、あのゴードが路上ライブしに行って、で平日だったから、あのピットストリートモールという場所はあの午後2時からしかできない路上ライブ。そしてみんな1時間ずつやるというルールなんで、まあ、一番先に着いた人は2時からやって3時に終わって、次の人は3時から4時までできるというやり方で、ある平日にゴードが場所に着いて、ゴードは2番目だった。で1番目はあのロシア人、あのうざい人ね。ゴードはあの2番目で3時からあのやることになって全然平気だった、それは問題ないの。もうみんな他の路上ライブする人、他のバスカもあの待ってるし、みんな自分の時間あるじゃん。ゴードは3時から4時まで、次の人は4時から5時まで、みんな何時間もそこで待ってるし、2時からやるあのロシア人は2時になっても路上ライブ始めないで、ずっと携帯とかいじってて、そのままでなんか2時半ぐらいになって、やっとパフォーマンスし始めて、で途中であのこの場所は1時間ずつだから、俺2時半から始まって3時半に終わるよみたいなこと言い出してて、はぁってなって、お前2時から3時まででしょ適当な時間から始まってんじゃないでしょ、しかも携帯触ってて遅くなったのはお前のせいだからなって言っといて、でもその人は結局3時半までやった。あのパフォーマンス止めなかった、そのまま3時半になって、だからゴードもあのなんか30分遅れてるじゃん、やる時間で。そのロシア人終わっても、ゴードはバケツのセッティングしたんだけど、ゴードいつもやるところはあのそのロシア人がやったところとちょっと3メートルぐらいの後ろなんだけど、あの3時半から始めようとしても、そのロシア人は自分の機材片付けなかった。もうずっとゴードがロジャライブする場所に置いて、ゴードがまだロジャライブ始められないように置いた。それでまた時間遅れて、でやっと片付けてもらったら、ゴードが叩き出したら、あのロシア人が向こうあの隣から、お前のパフォーマンスうるさいんだなとか、なんかこんなのでお金もらえるの、なんかお前めっちゃ下手くそやね、これは音楽じゃなくてうるさいだけやな、ほら人全然集まってないじゃん、お前は全然稼げないんだね、技術ないんだよねとか、なんかそういうあの悪口とか横からずっとおしゃべってきて、もうなんなんのこいつ、もう俺なんかこの人と関わったことないし、関わりたくないし、もうなんだ悪いことしたことないのに、なんでこんな目合わされてんだろうなと思って、でもうあいつなんか隣からその悪口ずっと言ってるから、なんかあの他のお客さん集まらないし、なんかちょっと違和感があるから、みんなそれたまにあって、あの他のバスカーもそんな風にされたことあるし、もう本当にもう単なる性格悪い人、もう救いのない人間と思ってしまうぐらい、もう人間誰でもいいとこあると思うけど、このロシア人のいいとこまで見つかってないからな。そして今日もピットストリートモールに着いて、ゴードの先にまた関係ないマーティンというロジュライブする人が先に着いてたから、その人が2時からやることになって、ゴードは3時からやることが決まってて、でゴードは12時ぐらいに着いたから、12時に着いて3時間待って、あの午後3時からロジュライブやるはずなんだけど、今日はでもあのロシア人また現れた。そしてそのロシア人はなんかあの全然来てなかったのに、なんかいや俺はそこら辺でカバン置いてあったから俺先だよみたいな言い出してて、なんかまずもう場所待ちするんだったらもう自分の楽器とか機材全部持って待つべきなんだけど、彼は機材とか関係なく
なんかゴミのようなカバンどっかに置い朝に来て置いて、それが彼の場所取りって言い張って、だから俺が2時からやるよみたいな言い出して、でゴードはそれで、いやいや話が違うよ、お前ここで待ってないし、なんかもう違うところで カバンを置いてもここの場所取りにならないからな、ここに行ってここに機材があって場所取りになるでしょと言ったんだけど、あのマーティンっていう2時からやるはずのバスカーがすぐに破れて、あじゃあ分かった、お前2時からでいいよ、俺は3時からやるってなって、でもそうなったらゴードは4時からになるわけじゃん、なんでまた俺が1時間ずらさなくちゃいけないんじゃんってなって、そして2時までまだ時間あるし、もうその時点でその同じ場所で待ちたくはなかった、あのロシア人と一緒に待ちたくはなかった、もうなんか嫌に気分になるから、あのもういいやと思って、違うとこで2時から路上ライブしてみたら、1時間で20ドルしか稼げなかった今日20ドルって言ったら今日のお昼ご飯と交通費ぐらいの金額だよ、それ朝と夜ご飯も払えてないあの金額でまあ場所は悪かったけど、そのお金そんなに気にしてないけど、まああの人嫌だよなと思った、本当に苦手と思う、ゴードはなかなか怒ったりとか人嫌いになったり にならないけど、あの人だけはちょっと無理かも、俺本当にうざい、もう誰か消してよこの世から消して誰かでもその後にあのゴードはラストというあの水曜日にあの紹介したゲームの話めっちゃ思い出して、その弱肉強食の世界だったらゴードはどんな人になっていくんだろうなってなんか一緒に考えたじゃん。でやっぱり今日また実感したんだけど、どうにもならない人間いるよなと思った、なんか話し合いできない人間はいるんだよなと思って、話し合えない不理屈の人間もいるんだよな。ラストみたいな弱肉強食の世界だったら、そのロシア人みたいな人いったら多分俺は絶対消す、そうあいつは多分一番先に消すんだよね、こいつどうしても話にならないし仲良くになろうとしてもいずれ裏切られるし、この人は必ず何かやらかすから、消した方がみんなが平和に暮らせると判断して一番先に消す。でもそうなったらやっぱゴードも悪い人なのかなと思って、どうやろうな、あー今日腹立ったでもなんかでもそんだけでももういいから早く帰って飲み会したいなと思ってた、だから今日の飲み会楽しみにしてるぜ。ああまあ大変な一日だったけど、まあこうやってあの好きな婚約者たちと一緒に時間過ごせるのが幸せなんで、今日腹立った人がいたら必ずいいねを押してください。まだこの動画見て独身な人たちはあの結婚してください。じゃあまたね。